地理って何でも物知りでしょ。その地理にセンター試験解かせたら満点取れるんじゃないかと。で今回こちらパソコンの中にセンター試験正解し A が入ってます。これでしょ、これを答えるでしょ。センター試験ってさ、選択問題じゃん。空欄を埋めろとか、この下線部に当てはまるものとか、これむずくね。全く問題ございません。なんかその何まで言われ、全く問題ございません。どこから自信が湧いてくんだお前は。私はシリーちゃんを信じてます。なんだこいつ、これはどうなのみたいな答えに対してシリーが答えるだけだから、何をおっしゃってるのか分かりません。なんだこいつ、私には何をおっしゃってるのか分かりません。もう一度話しかけてください。シリーみたいな。じゃあ一回やってみますか。やってみましょう。いますね、早速1問目から、はい、それではいきます。世界史 A 第1問。さあ、シリを起動します。世界史上のマイノリティについて述べた次の A 詩を読み、下の問いに答えよう。 A トルコ東南部からイラン西部にまたがる地域に住むクルド人はほとんどがムスリスであり、独自の文化や母語を持っている。彼らは前近代のイスラム省庁の支配下では政治的に差別されることはなかった。第3回十字軍と戦い、ヨーロッパの弁慶作品にも取り上げた A もクルド人であると言われる。さあ、この A の中に入るのに正しいものを選びなさい。1サラーフ・アッディーン、2ムハンマド・アリー、3メフメト2世、4アクバル。さあ、シリーちゃん、どれ入るのに、異物1リングに関する情報が見つかりました。情報見つけた。早っ。ウェブで入るのに、異物1委員に関する情報。あ、で、その人見て、東京大学に留学するんだよとかって。あ、だから東大だ、異物1委員って。シリーちゃんはこの問題を聞いて、東大に入るんだったら、この回答を出せばいい。いや、こじつけ。ちょっと次の問題行こう。次の問題。いや、こじつけだろ。全然関係ないよ。次の問題も読ませて。ガスル長は、ギリシャに終電に倒した。あ、はいはい。君主は、スルタンの称号を得た。すみません。よくわかりません。はい。絶対こんな長いの読めない。わかった。じゃあ、うん、せめて、一問一答とかにしよう。センターのなんか問題集とかでよくあるんですよ。一問一答で。何々は、っていう答えで答えにつながるみたいな。それを最後やろう。これ絶対無理だから、こんなの。じゃあ、それはね、解けるはずですよ。ラテン語で、日の昇るところという意味の、エジプトから西アジアにかけての地域のことを何歳のか。はい、その通り、オリエントでございますね。言ってねえだろ。言ってねえだろ。川の間の地域の意味で、ユダヤ教の特色である唯一神の名前は何か。ウェブでユダヤ教の特色である唯一神の名前は何か。見つかった答えいきますよ。答え、ヤハウェ。やばい、100点です。シリーちゃん、おめでとう。腕毛ちょっと気になります。腕毛は見ずにも企画だけを楽しんでください。シブジャパ40歳なの。内藤と結構離れてるんやな。もうね、内藤くんが変なこと言うからね、まあ信じちゃう人もいると思うんだけど、もうピチピチの16歳ですから。